動画の連絡通り、オーバーホールを乗せた護送車が俺たちの前に現れた。俺らは捕まって身動きの取れないあいつをぶっ潰しに護送車を襲った。あそこに来たってわけじゃなさそうだ。今度から襲撃するときはもっと上品にするんだな。拘束具が外れてやがる。あっけねえな、オーバーホール。何が次の支配者になるだ。殺しに来たのか。いいや、お前が最も嫌がることを考えた。この薬さ、二箱あるけど、どっちが完成品？返せ。返すのはそっちだろ？あのな、オーバーホール。個性消してやるって人間がさ、個性に頼ってちゃいけねえよな。あ、言い忘れてた。将棋って要するに玉を取ればいいんだよな。将棋か、実に楽しかったぜ。
国のため俺は全てを投げ打った。幾度も手を汚してきた。俺の計画は完璧だったはずだ。悲しい人生だったな、オーバーホール。ヴィラン連合に俺に関わらなければ個性を永遠に失うこともなかった。夢にかかったままでいられた。だが今回の一件で死へ八斎会は解体。その腕がなければ再建も不可能だ。なんせ腕がなけりゃ組長も寝たきりだろうからな。わかるか、お前が費やしてきた努力はさ、俺のもんになっちゃったよ。これからは加える指もなく、ただただ眺めて生きていけ。頑張ろうな。俺の努力も今回の経験もヒーローへの憎悪も過ぎたことへの悔恨も全てを糧としろ、トムラ。次は俺たち。